トロヤ軍の小惑星。木星は半時計回りに回る。緑色がトロヤ軍であり、木星の進路方向はギリシャ軍、後方はトロヤ軍と区別されている。また、小惑星帯の小惑星軍は白で、ヒルダ軍の小惑星は褐色で表されている。トロヤ軍は惑星の公転軌道上の太陽から見てその惑星に対して60度前方。 あるいは60度後方、すなわちラグラン受験、L4、L5 付近を運動する小惑星のグループである。単に、トロヤ群という場合は通常、木星のトロヤ群を意味する。トロヤ群に属する小惑星は2010年8月現在、4559個が確認されている。なぜ L4 の方が多いのかは、よくわかっていない。木星だけでなく地球、火星、天皇星、 海王星の軌道上にも同様の小惑星が発見されている。なお、海王星のトロヤ群は、エッジワースカイパーベルト天体が海王星の重力に捉えられたために、現在の軌道になったと考えられている。地球のトロヤ群は、地球から見た場合常に太陽方向に位置するため観測が難しく長らく発見されていなかったが、2011年7月に 2010TK7 が、 トロヤ軍であることが初めて確認された。また、アテン軍であるクルースンは地球の L4 と L5 を行き来する馬蹄状の軌道を描いており、地球と1対1の共鳴関係にある。これは特殊なタイプのトロヤ軍であるとも言える。天皇制と土星のトロヤ軍は不安定であり、数が少ないため観測が難しいとされてきたが、2013年に、 なって2011年に発見された 2011QF99 が天皇星のトロヤ軍であることが初めて確認された。なお、土星の衛星の間にも同様の関係を持つものが発見されており、トロヤ衛星と呼ばれている。トロヤ軍の名前は、この軍に属する小惑星で最初に発見されたものがアキレスであり、ギリシア神話のトロヤ戦争の勇士であるアキレウスの 名前が付けられていることに由来し、以後この軍に属する小惑星には、トロイヤ戦争に登場する兵士の名前が付けられている。また、木星に先行する前方をラグランジュ天に位置する小惑星をギリシア軍、木星に追随する後方ラグランジュ天に位置する小惑星をトロイヤ軍と呼んで区別することがある。実際、ギリシア軍にはギリシア軍の兵士、そしてトロヤ軍には トローヤ軍の兵士の名が付けられている。ただし、小惑星ヘクトルはこれらの区別が行われる前に命名されたので、由来となったヘクトールがトローヤ側の人物にも関かかわらず、ギリシア軍に位置する。同様に、小惑星パトロクロスは由来となったパトロクロスがギリシア側の人物であるが、トローヤ軍に位置する。なお、トローヤはトローヤ軍ではなく、メインベルトに位置するこれといって、 特徴のない小惑星である。ありがとうございます。